皆さんこんにちは、キリアです。シティーズスカイライン続きをプレイしていきたいと思います。さあこちらの渋滞ですけれども、今日こそはここをどうにかしていきたい。そしてこちらの渋滞の解決策としてたくさん皆さんからコメントをいただきまして、本当にありがとうございます。それで一番多かったのが、この貨物駅の前の道路、ここを、もっと太い道路、車線の多い道路にしたらどうですかという話ですね。最初はここの道路を4車線にしていたんですけれども、それであんまりうまくいかなかったので、というかかえって、道路が混むようになってしまったので2車線に戻したんですが、ここは一番広い道路6車線でやってみましょう。この6車線の、芝生付きですね、こちらに、ちょっと待って、これが邪魔なのか。というかよく考えたらここに消防署があるのも邪魔でしたよね。これをどうするかな、こっちの方にどけておきますか。ここに置く。そしてここを、6車線に変えていきましょう。そしたらこの高速から降りるところ、ここ今までこの接続道路、高速道路や一般道と接続するための道路、これを使っていたんですが、ここもこの6車線の一方通行道路、一方通行で6車線はちょっと多すぎるかもしれませんが、ちょっとこれでやってみましょうか。この一方通行を6車線にしてみましょう。これでひとまず、時間進めてみましょう。これで車の流れがどうなるか、ここで、別の路線に入って、それで前に詰めていっている感じですね。ただ、ここで止まっている、青信号ですけど止まっているのはこっちがいっぱいだからか。ここでどんどん車が入ってきているから、後ろから行けない。ただしかしこれは、貨物駅に入らない車がまっすぐ今ちょっとだけ移動しましたね。というかすごい団子状態。これはみんな左の路線に入りたい車がここに溜まっていくのか、貨物駅に行きたい車が左の路線に集中している。でたまに、今のこの黄色いこれみたいなまっすぐ行きたい車もあって、それは左の路線ではないところからこっちに向かってくる。ちょっと待てよ。ここまで一方通行でいいのか。ここまで一方通行にして、で、そうすると、この道路を上から下に来たり、右から左に来たりする車で、ここの貨物駅に入る車がひっきりなしに来ているから、ここでずっと溜まっているんですよね。それでまた別の改善策として、ここも一方通行にしてみてはという話もいただいていたので、そしたら次はここを一方通行にしましょうか。こんな感じ。そうするとこっちやここから入ることはできない。この貨物駅に入るには必ずこの高速から来るか、もしくはこっち側からやってってくるかしかないので、でこの2つは信号で管理されているので、青信号になったら必ず入れるという形になるはず。あれ、ちょっと待って、電気、あ、そっか、これあれか、6車線道路にしたせいでここに立っていたあれが消えたのか、建物が消えてこうなったのか。とりあえずこれでやってみましょうか。これ車が1台ずつしか入れないというのがかなりここでネックになってしまっているけど、これで、これはいいんじゃないか。貨物駅に行く車は左のレーンに集中してあれはできているけど、行列はできているけど、貨物駅に入らない車は、つまりこっちの方に用事がある車はこの列とは無関係にもう前へ行ったり右に曲がったりとかをしているから、その分
列は短くなっていきますよね。これはかなりすごいんじゃないか。そしてここで信号で今こっち側が青になって、あのピンクのが入っていった。そして今度ここが青になって、あんまりいかないな。あれなんで入っていかない。もっとスルスルと行ってくれればいいんですが、あんまりスムーズな感じではないですね。これはしょうがないのかな。でも列自体は短くなってますね。あ、しかし今度こっち側はここがすごい渋滞になっている。これ今空いてますよね、真ん中のいつも車が入っていくところ。これみんな車が連続で入っていくのと止まる、今みたいに止まるのは何なんだ。信号、信号が今青ですよね。青で1台行って2台行って、ここで3台456で赤信号、そして今度こっちで行く。でここで安全を確認できるまで曲がらないのか。これで今青信号になったけど今行かない。あ1台だけ行ってすぐ赤信号になった。そしたらこの信号か、これ信号をなくす。ただこれ単にここを壊すだけだとどうなんだろうな。ここに並んでいる車が全部こっちのこの後ろに来るわけですよね。でしかもここから貨物駅から出てここら辺にいろいろ原料を届けた車がすぐにこっちに戻ろうとしていたのが多分この車の列だと思うんですけど、それが一旦、高速に出てこっちに曲がって、そしてこっちに来るというかなり回り道になるので、ここはやっぱりつなげたい。でそうするとここからこっちの方、これ駅前に、この駅に入る直前に信号があるのがまずいような気がするので、ここら辺で合流させる。こうする。でここに信号が今できましたけど、この信号で赤信号で待ってる間もここに車が並んで、いくつか並ぶ状態だからさっきよりスムーズにならないかな。これでちょっとこれで動かしてみる。これで、貨物駅に車が入っていって赤信号、今右側の新しく作った道路が赤信号ですけど、向こうの方はスルスル行ってますね。ちょっと待って、これイルカ邪魔だ。これでスルスル行って、今度こっち側新しく作った横道の道路が青信号になっている間もスルスルと行って、おーおー、いいんじゃないか。これはこれはかなり良くなったんじゃないか。これは、あ、これ良くなりましたね。これはすごい。いや本当皆さんありがとうございます。あーでもここはやっぱり混む。この交差点をまたいで混んでしまうと今度連鎖反応的に他のところも混んでいきそうな感じだし、おっと火事頑張っている、消防士さん頑張ってる。この石油地帯で働く消防士ってかなり怖いですよね。命がけの仕事ですよ。まあもちろん消防士自体がどこであって命がけなんですけど、待てよ、そしたらここは6車線である必要ないか。ここは、こっちの高速から降りてくる方は左車線だけが独立した状態ならいいだけですので、これでいいのか。高速道路これ3車線ですよね。これにまたなんか変に変に変えておかしくなったりしたらあれですけど、ちょっとこれに変えてみましょうか。ここを、3車線にしてこれならいいんじゃないか。こっちの方が自然か。高速から6車線で降りるよりも、そうですね、この3車線でもスムーズに行ってくれてますね。ん？あれ？あ、これなんかどうもこっち側からばっかり行くなと思ったら
信号がなくなってんのか。あ、これ高速とここの2車線だと信号がなくなるんだ。さすがにこういう時は直進優先でしょうけど、強引に行こうとしてますね。あ、強引に行くから、ここは直進する車が若干詰まっちゃうことはあるか。ちょっと待て、そうしたら、ちょっと待てよ。これを左側から合流できるようになれば、スムーズになるか。ここで、上に上げて、こっち側に、こう接続する。これなら、ここを通ってくる車はもう、貨物駅に行く車だけでしょうから、そうですね、こっち側に用事があるんだったら、この道を通るはずがないので。そしたら、これで、高速から貨物駅に行かない車も、スムーズに流れる。ちょっとカーブが急すぎるというのはあるけど、まあ、回っていきますよね、これで。ここ、2車線、2車線の意味が全くないけど、まあ、しょうがないか。よし、これで、OK でしょう。こうすると、前回ラストに言っていたこっちの方に貨物駅を作ろうと言っていたのが、全く必要なくなっちゃったけど、まあ、言ったからには作りましょうか。今更な感じですけど。それではこの辺に貨物駅を置くための道路を置いて、お、若干右にずれてるけど、まあいいか。これで、ここら辺を壊して、で、ここに、あ、これ、待って。ここ住宅地なんですよね。住宅地に騒音が入っちゃうけど、まあいいか、しょうがない。ここに、置いて、よし、これで、新しい貨物駅がここに誕生しました。防音になるかどうかわかんないですけど、一応木をたくさん植えておきますか。こんな感じになった。で、ここをつないでいく。で、今ここの道路が下から上に向かう一方通行なので、まずこっち側に入るための道路を作っていく。こんな感じか。これで左側の道路を走っている人はここで入ってこっちに行く。で、ここから上から下に向かって走っている人はここから入ってこっちに行く。で、ここの白線のあれがすぐそばに迫っているけど、さあこれで、あ、ちょっと待てよ、これだとここから出た車がここでここにこの高速に合流する。で、左車線で合流して、そのすぐ後に左車線からこっちに出る車が来るのはちょっと変か。この高速の入り口の後に出口があるのはおかしいですよね。これはダメか。ちょっと待てよ。そうなると、ここら辺から上に上がる？こうか。これで左側の方から入ってこっちに行く。そしてここから出る道路は、こんな感じか。なんかおにぎりみたいな形になったけど、これなら OK ですよね。この左側のこの道路を走っている車で、ここで、貨物駅に向かう方の道路になっていて、そして左レーンを走っていた車はここでいなくなる。まあ左レーンと左折と直進だからいるかもしれないけど、それでここまで来るとこの貨物駅から合流してきた車が左レーンに入る。これでスムーズに流れるはず。これで少し時間を進めてみましょう。
まあ、すぐにはこっちの駅に入ってくる車はいないでしょうけども、あ、来ましたね、来ましたね、車来ましたね。ここで貨物駅に入って、そして出て行く。で、こっちの道路を使って、ここで高速に合流する。よし、よし、よし。あ、そしてもう一台さらに来た。なんかちょっとおむすびの形が若干歪んでるようにも見えるけど、まあその辺の細かい部分は裏で直しておくとしましょう。うまく直せるかどうかもわかんないですけど。お、貨物駅止まった。貨物駅じゃない、貨物列車止まった。そして車が、あ、まだ少ないか。吐き出される車少ないですけど、上のレーンに乗って、そして高速道路に合流する。これは向こう、こっちの方から工業製品を輸出しているのか、あの駅で。おっと。生産した商品を販売する店舗が足りません。店舗が足りないか。それは右下のグラフ、青いゲージがちょっと伸びてるな。ここら辺もか。生産した商品を販売する店舗がない。そしたらこの、この辺に商業施設作るか。ここが、この産業地区とちょっと離れたところに居住区画を作っていたので、ここを商業施設にしていきましょう。なんかこう一マスだけ黄色くなっていたけど。これで、ここは一方通行か。一方通行ではないところに建物を建てて、あ、そういえばさっき道路見てた時にこれがあったんですよね。高速道路防音壁付き。これちょっとやってみましょうか。今まで全然使ったことなかったんですが、ここが割と騒音公害が発生してるんですよね。この2本の高速に挟まれてますから。これが、おー、防音壁付きの高速道路。反対側の車線につける意味があるのかどうかはわかんないですけど、ここら辺もやっておくか。これで、ん？あれ？ここはアップグレードできない？なぜだ？このタイプは高架だとできないのか？でもまあこれで少しは良くなるでしょう。よし。これで住みよくなってくれればいいんですが、いきなりおおなんか今の気持ちいい。おお、こんな風になるんだ。騒音が薄れていっている。で、あとここら辺の、この辺のスペースも商業区画ちょっと作りましょうか。販売する店舗が足りないのはちょっと問題ですし、ここをまた壊さないといけないけど、これでこっちまで伸ばして、商業施設は別にうるさくても文句言われないですよね。こんな感じで伸ばして、あと適当に道を作っていきましょう。こっち側は低密度にするか。よし、これでこっちともつなげるかな。どうしよう。渋滞したら嫌だけど、まああんまり交通量多くないし、ここをつなげちゃいますか。さあ、これで新しく商業施設が建っていってくれればいいんですが、どんどん潰れていくな。この辺がどんどん潰れていく。お、これで新しいお店が建っている。アウトレットショップ、ここに新しいアウトレットショップが完成しました。なんだ、タコ、タコの絵が描かれたお店。ただ労働者不足問題はそんなに簡単に解決しないか。ちょっと待てよ、これ労働者が足りていないのは、教育を受けていない労働者が足りていないで、労働者が足りているところは、これ施設がアップグレードしてるんですね。こっちの方は施設レベル1、あの右上の緑色のゲージ
あそこが一段階の状態で教育を受けていない人だけを求めている感じですけど、こっちになると今、アップグレード2段階目で、そして3段階目が途中まで上がっている状態、これで教育を受けていない人よりも小学校で教育を受けた人や高校で教育を受けた人を求めているとなると、これ教育を受けさせた方がいいのか、もしかして今までこの教育を受けていない人が足りないと言われ続けていたから教育をあえて小学校とか全く作らずにいましたけど、より多くの市民が教育を受けると施設レベルが上がりますとなっているので、ここで教育を受けていない人が足りないからといって教育を受けさせずにいると、なかなか施設レベルが上がっていかないのか。で、教育を受けさせて施設レベルが上がれば、ちゃんと教育を受けた人の求人も増えていくから、そうすれば労働者不足は解決するということか。そうか、そうするのか、そういうサイクルになっているのか。あれでもこれ、労働者が足りないところは施設のアップグレードの妨げになっていることがないように気をつけましょうと書かれているので、これは労働者が足りない状態だと施設がアップグレードできないということですよね。ただその施設のアップグレードの妨げになっていることを解決しようとするには、教育を受けていない労働者を増やすしかない。ただ教育を受けていない労働者を増やすと施設がアップグレードできなくなる待って、どうすればいいんだ。教育を受けさせて、でこの労働者が足りないところを潰せばいいのか。そうすれば施設がアップグレードするだとすると、こっちの方にも小学校と高校くらいは作る必要があるか。施設レベル上がってても大卒は求められてないですもんね。まあ、最後まで上がったらまた変わるのかもしれないですけど、小卒や高卒の人を求めている場合が多いので、小学校と高校作るか。ただこれどうしようもうぎっちり詰まっている。しかもここら辺で適当に伸ばしてここに作ったとしても、今度こっちの人も通いづらいし、ここら辺真ん中辺に作りたいんだよな。ここから下に下ろす、下に下ろしてちょっとだけ伸ばしてここに作るか。一応ここ普通の道路だから歩いて行けるようにはなっている。徒歩で通うことはできる。そしたらここに小学校と高校を作りましょう。さあこれで、あとこっち側もどうするかな。みんなが通いやすい場所、まあバスも走っていますけど、こっち、ここに小学校と、あ違う、高校だ、今の高校だったか、まあいいか。高校と、そしてこっちに、あ待って、小学校は範囲が狭いのか、高校に比べて。まあいいかこっちの高校の反対側に小学校を作る。よしよしよし。そしたらこっち側ですよね。ここか。間違えた、間違えた。押しちゃった。普通に連打しちゃった。まあ、いいか。小学校こっちに作ったので、高校はこっち側に作るか。この間作ったこの歩道橋のすぐそばがいいですよね。通いやすいように。ここなら潰すの2軒だけで済むか。それでも2軒潰しちゃうけど。ここに高校を作りましょう。よし。これで、ここの人たちも教育を受けて、で、教育を受けた人が多くなると施設レベルが上がるようなので、そうすれば、小卒や高卒の人も働けるようになる。で、そうなると、ここの施設レベル上がっていないところは一旦潰れることにはなりますが、それで、うまいこと、高レベルの工場だけになってくれれば、回っていくようになりますよね。多分。こっちのダウンタウンの方にも、そしたら作っておくか。そうっすか。この辺に小学校と高校も作って、そしてあとこっちの方、ここの閑静な住宅街にも、ここに1個小学校があるだけなんですよね、こっちは。小学校1個ある、どうするかな。ここら辺に作るか。この辺に小学校を作って端っこすぎたかな、まあ、いっか。で、高校を真ん中辺に、ここら辺に作りましょう。よし、みんな喜んでくれてる。さあ、これで、今度はこの教育改革をして、
行けばこの労働者不足問題解決に向かうんじゃないかな、向かうといいなと思います。で、まあ、今回はもう本当に、コメントの皆さんのおかげでここら辺渋滞解消しましたし、こっちの方もなんとか回ってますもんね。これ作った意味があるのかどうかは分かりませんが、あ、そしたら予算増やしておくか。鉄道の予算 100% に戻しましょう。それでは今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。次はあの教育を受けさせたことで、街がどう変わっていくのか、この産業地区がどう変わっていくのかを見ていきましょう。そして人口がだんだん減ってきているので、その辺の対策もしっかり取っていきたいところですよね。その辺りを次回やっていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。